皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日もですね、株式市場はやってないんですけど、この間にもですね、何か株の情報を見ていこうということで、今回はツイッターから、見ていこうと思うんですが、まずツイッターでですね、こうニュースを見てると、オリンピック関連で、東京オリンピックの女子柔道が、まだ色は分かってないけど、銀メダル以上が確定した、決勝進出したんで金か銀が確定したっていうニュースとかですね、体操の内村選手が予選で落ちてしまったという、衝撃的なニュースとか、この離婚発表っていうかね、俳優の市村正親さんでしょと女優の篠原涼子さんが離婚したっていう、ニュースだ。結構ねすごいニュースが今バンバン出てるんですけど、その中でですね、ツイッターでちょっとアジア開発キャピタルをですね、見ていきたいと思います。こちらアジア開発の、板というかね、こう検索すると出てきたんですが、この一番上にあるのが突然東京機械製作所の大量保有報告書で、アジアインベストメントファンドとアジア開発キャピタルの社名が世間に知られることになりましたと。21日に保有目的は準投資から支配権の取得に変更されていると。アンセム社長はとうとう仕掛けてきました。総会で今後の経営方針の説明が聞けそうですねということで、この、数日前にですね、アジア開発が東京機械の株を大量保有報告が出てますっていう動画を出したんですが、その時は投資目的だと思ってたんですが、このニュースというかね、情報によると、支配目的ということで、ここの東京機械の会社をなんだか 30% 以上ってことになりますよね、保有するってことで、またちょっと状況変わってきたように思います。東京機械製作所の株価が100円上昇するとアジア開発キャピタルは1億3000万円になるんだぜと。アジア開発のストップ高はもう時間の問題だろうということで、かなりですね、この状況は一部の人の意見とかね、情報なんですけど、なんかちょっと風向き変わってきたんじゃないかなと。東京機械浮遊株が 30% 誘導株がですね、30% だから、アジア開発が全部、買いだとしても支配権を取得できない、つまり大株主たちを口説いてプレミアつけて買い取るしかないはず、そこまでしてこの会社を牛耳りたい理由は本当にあるのかということで、当然投資目的でもすごい金額だったと思うし、今利益出てると思うんですけど、ここを支配目的でやるっていうのは当然何かね、理由というか、それだけ大きい金額をかけてやるっていうのは、なんか動くようには、当然お金がねないと意味がないんで、何か大きなお金を取れるというかね、何か生む勝算があるんだと思うんですが、これがですね実現すれば、さすがに今のね一桁台っていう株価からは脱却できるんじゃないかなと、期待したいんですけど、6月30日以降もアジア開発キャピタルの株価が倒産懸念があるような一桁で売られてきたのには悪意を感じると。財務も業績も改善している、東京機械製作所もトレードで利益を上げることもできる、第一クォーター決算で黒字化すれば株価も3桁が現実になるだろうと、ちょっとですね、これ今ツイッターで上の方のね、ちょっと一部の方の情報だけなんですけど、この大量保有報告書の部分はですね、支配権の取得っていうのは結構大きなことかなと思うので、そこに関してはちょっと
ホームページだったりとかですね、他のサイトとか他の情報を見て、掘り下げていきたいなと思います。まあ、今回は以上になります。また近いうちにですね、これちょっと調べて、動画出したいと思います。ありがとうございました。